皆さんこんにちは、Bレジェンド染田です。大変お待たせいたしました。 Bレジェンドおしるこプロテインですね、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。寒くなってきたね、この時期にね販売されるねおしるこプロテイン、本当にね1年間待っていただいたお客様もねたくさん来られると思います。今年はねこちら3000袋ご用意させていただきました。数日のうちにね完売してしまう大人気商品なんでね、お早めにねお買い求めくださいね。早速ねレビューやっていきたいと思います。ホットプロテインになりますんで、水ではなくてお湯で飲んでいただくことをおすすめしているプロテインになります。シェーカーにお湯を入れてシェイクしちゃうと爆発しちゃう恐れがありますんで、お湯で溶く場合はお椀なんかをね用意していただいて、お湯を張ってもらった上にパウダーを入れてもらってかき混ぜてもらうだけでね十分に溶けますんで、お湯で飲まれる場合はこういったお椀を用意して飲んでください。お水でね飲まれる場合はシェイカーとかを使ってシェイクしてもらっても問題ありません。だいたいお湯 120mg から150mg に溶かすって書いておりますんで、 150ml お湯をね入れたいと思います。あ、非常にねいい香りですね。チョコレートプロテインのようなパウダーの色になっております。この中スプーンが付属しておりますんで、すり切って3杯から4杯入れていきます。濃いめに飲みたいんでね4杯入れていきたいと思います。お湯に入れるだけでもあの小豆のねすごくいい香りがね充満してます。で、まあ、こういったねスプーンとかお箸でかき混ぜていただければしっかりきれいに溶けますので、かき混ぜるのがね完了しました。ダマもなくきれいにねかき混ぜただけですけれども、しっかりと溶けております。いただきます。うん、結構なお手前で、やっぱり寒い季節にねなってきたってこともあるんでしょうけど、やっぱりあったかいプロテイン飲むとね非常に心もね温まります。プロテインだけでね飲んでも十分美味しいんですけど、お餅をねここに入れてお汁粉としてね食べたいなと思います。朝とか特にいいと思うんですよね。しっかりとねタンパク質と糖質が取れる、時間がない朝なんかにもねパッと摂取できると思いますんで、寒い季節におすすめの商品になります。正直もうプロテインって言われなければわからないと思うんですよね。それぐらいおしるこをねうまく再現できていると思います。 Bレジェンドおしるこプロテイン、こちらのね栄養成分表示なんですけれども、1食ですね 30g あたりエネルギーが 118.9kcal、 タンパク質が 20.8g、 脂質が 1.5g、 炭水化物が 5.4g、 食塩相当量が 0.4g となります。発売日が1月13日水曜日のお昼12時からとなります。販売価格は2680円です。限定数3000袋をご用意させていただきました。ほんと数日のうちにねなくなっちゃう大人気商品になりますんで、できるだけねお早めにお買い求めいただけるようにお願いいたします。こちらのね YouTube のね概要欄の方に URL 貼っておきますんで、お気に入り登録していただいて、販売時間になりましたらそちらの方からお買い求めいただければと思います。でまだまだね寒い日が続くと思いますんで、こちらのねおしるこプロテインね暖かくなっていただいてね、寒い冬をね乗り切っていただければと思います。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。